皆さんこんにちは。こんにちは。西葛西の駅前の木めっちゃ鳥いる。よろしくお願いします。いやいますね。めっちゃいるよね。見てください、この店内もうめちゃめちゃおしゃれ。今日はですね、西葛西のベーグリさんに、来ています。じゃあちょっと店長さんを呼んでみたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、ということでちょっとどんなお店っていうのわかります？お店はですね、東京のベーグルということで、はいはいはい、東京らしいベーグルを作っています。あ、東京らしい、はい、東京らしい、具体的に言うと、まあ、具材とかはですね、和の食材、あんことかですね、はいはい、お餅とかそういうのが入ったりしてるベーグルがですね。あー、なるほど、はい、和ですね、はい、商品の数がすごくて、もう10何種類あるんですか、これ20種類ぐらい。あ、20種類、もう倍いっちゃいました、倍いっちゃいました。一押し商品っていうのはどれになりますか？はい、一番人気はですね、こちらのあふれるダブルチョコです、ね、あ、もう大人気、はい、ココアの生地の中にチョコが入ってまして、ちょっと温めるとフォンダンショコラみたいにこうドロドロっと溶けてきてですね、もう病みつきになるっていう。あ、じゃあちょっと早速いただきましょう。はい、はい、来ました。出てきましたよ。もう匂いがお店で一番人気の、ものになるので、ではいただきます。ちょっと待って、いやいやいや、見てください。てってれー、ベーグルの美味しい食べ方。食べ方あるの？これは普通に食べるんじゃないですよ。いただきます。いただきます。いただきます。チョコの匂いが、うん、うん、まパリって言うんすよ、わかります？言ってます今で、この溢れ出すこのチョコ、うん、これ女子大生に大人気なのがわかりますね、これが。うん、おいしい。今日もやたら食うね、絶対ね。抑えてよ。そうだね、あ、この前食っててコメント忘れてるからね。うん、じゃあちょっとね。そう、そうです。あ、店主さん、実際に東京 23FC をなんかこう知ったきっかけとか、はい、なんかそういうのあったのってありますか？やっぱり地元なのでね、はい、地元のチームがあるっていうことで、我々もなんかこうできることがあるかなと思って協力させていただきたいと思いまして。はい、ありがとうございます、はい、いや、なるほど、嬉しいです。もうそう言っていただけると、はい。でなんか実際にグラウンドに何回かこう足を運んでくださって、はい、実際にこう差し入れをしていただいたかと思うんですけども、はい、なんかこうその時のチームの雰囲気とか、 なんか どういう印象を持たれたのかなっていうのを聞きたいんですけども、はい、そうですね、皆さん若くてすごい活発だなっていうのがまず第一印象ですね。いや、もう29だから。あ、そうだそうだ。それででもまあ厳しいながらもう和気あいあいとされてるんで、はい、すごいこう結束力があるチームなんだなっていうふうに思いました。あー、はい、嬉しい。いや、嬉しいですね。嬉しい。嬉しい。僕らもね、やっぱ地域の方々とこう共に、いろいろこうやっていきたいなっていうのはあるので、まあ、こういう活動がね、増えていけるといいかなっていうふうに思うんですけども、今年も差し入れはしていただけるんですかね？もちろん、はい。あ、やった。皆さん聞きました？選手の皆さん、ベーグルさん来てくれますよ。いやーってことでね、勝ってるからね。あ、勝った。条件は勝つことです。いいですか？条件は勝つことです。なんでもね、思い通りうまくいかないと、はい、はい、勝ってしっかりと差し入れをまたいただきたいなと思うんです。まあ、最後、はい、まあ、最後にね、そうですね、まあ、エンディングとして店長さんにお話聞か、あれちょっとあれ、これベーグルですか？あれ、そういったこれ大丈夫ですか？大丈夫かっていう感覚。どうしたどうした、食べるかと思いました。おいつも食べるばっかりなんで。誰が？おいおいおい、シュさん、文句？いや、文句じゃないです。食べる、もう食べようとしてる。このツヤ。あ、食べた。これいいよ、あの監督に送って。ああ、送ります。いや、俺食べてないからね。っていうことで、はい、っていうことで、はい、最後はあの店長さんからお話があるということで。あ、はい、はい、はい、西葛西の駅、北口ですね、出て3分ぐらいのところにあります。はい、はい、で朝、11時からやってます。日月お休みいただいてます。はい、あとまあベーグルの他にお茶ですとか、それから、こちらにあるようなソフトクリーム、いや美味しかった、はい、うん、あとタピオカではなくわらび餅を使ったドリンクとかもありますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。次は皆さんタピオカじゃないですよ、わらび餅ですよ。わらび餅、あとなんかアスリートベーグルみたいなの、
はい、そうですね。あれも、予約でお作りしてるんですけど、アスリートの方向けに、作ってるベーグルがございます。なるほど。もうどうしても足運べないなって方とかって、なんかどうやって買う方法とかありますか？はい、ネットで通販をやってますので。ネットで通販やってるんですか？それは嬉しいですよ、お客さんにとって。はい、Facebook とかインスタとかもありますので、はい、そちらの方でアクセスしていただいて、こちらに、こちらに、はい、概要欄詳しく載っけておりますので、はい、っていう感じで今日は、はい、そうですね、なんかもうめちゃめちゃ美味しい、おしゃれなこの雰囲気の中でね、ということで、はい、今日は、はい、はい、ベーグルさんに、お邪魔しました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひ行ってくださいね。ぜひ行ってください。待ってます。